あんた桜切ってしまって。あの桜は誰にも切れないの。しっかりせ。やっぱり恐ろしい気なんや。あの桜を切ったらあんた自身を否定することになるよ。罰が当たったんや。二度とこんなことはせんわ。金には困らん俺と経営者のあんたがなるべくしてこうなったんや。私はずっと自分を否定して生きてきたんよ。桜って名前も嫌い。自分がもっとめちゃめちゃになればいいと思ってた。いや